令和4年11月11日第64次南極地域観測隊員71名は新型コロナウイルス感染防止のため10日間の隔離を実施した後、砕氷艦しらせに乗艦しました。東京国際クルーズターミナルにおいて乗員家族関係者の出席のもと、統合幕僚長の訓示、海上幕僚長の壮行の辞を受けました。関係者が見守る中、しらせ艦長以下乗組員およそ180名を乗せた砕氷艦しらせは東京国際クルーズターミナルを後にし、第64次南極地域観測協力行動に出発しました。日本を出発したしらせはロンボク海峡を通過し、オーストラリアのフリーマントルで補給を行った後、昭和基地沖に向かいます。11月26日、しらせは南極までの唯一の寄港地であるオーストラリアのフリーマントルに入港しました。ここフリーマントルでは観測隊がチャーターしたヘリコプター1機の搭載に加え、燃料と新鮮な食料を満載し、南極での長期行動に備えます。12月1日、しらせは南極に向けフリーマントルを出航。いよいよ南極の昭和基地に進路を向けます。しらせはインド洋を南下し暴風圏に突入。大きな船体が揺れ始めました。荒れる天候の合間を縫っての海洋観測支援が始まり、しらせ乗員と観測隊員が一丸となって観測を行います。水深、水温、塩分濃度等を測定する CTD、 動物性プランクトンを採集する CPR、 植物性プランクトンを採集するノルパックネット。これらの観測データをもとに地球環境の変化を読み取るための研究が行われます。12月7日、氷山を初視認。南極に近づいていることを感じます。氷海への侵入に先駆けて観測隊員としらせ乗員は物資の輸送計画や野外観測支援について意見交換を行いました。定着氷に侵入する前に氷の厚さを電磁場で測定する EM センサーをしらせに取り付け、氷海航行の準備を整えます。氷山との遭遇も増え、12月15日、リュツホルム湾沖の流氷域に到達しました。リュツホルム湾沖を進むにつれ、氷の厚さもだんだんと増してきました。南極のマスコット、アデリーペンギンも我々を出迎えてくれます。
12月19日、しらせはリュツホルム湾沖の流氷域を抜け、定着氷原に侵入しました。昭和基地沖まで定着氷の厚い氷が続きます。ヘリコプターによる空輸を行うため、艦内の倉庫に収められていた物資の輸送準備に取り掛かります。昭和基地沖までのルート選定のため、空から氷の状態を確認しました。眼下には昭和基地が一望できます。厚い氷を押し分けて、しらせは進みます。しらせは厚さ 1.5 メートルの氷を時速およそ5キロメートルで連続して割って進む能力があります。令和4年12月22日昭和基地に対する観測隊の物資空輸が始まりました。昭和基地への空輸第1便です。新鮮な食料、各種観測に必要な物資、人員を搭載し、ヘリコプターがしらせを発艦します。第1便が到着すると、第63次越冬隊の盛大な出迎えの中、再会を喜びました。日本を出てから43日目の12月24日、しらせは無事、昭和基地沖に接岸を果たしました。しらせを固定するため、およそ4メートルの厚さの氷に穴を開けて、アイスアンカーと特殊なロープで停止します。昭和基地沖に接岸すると、氷の厚さなどを調べる氷上調査を行い、輸送に十分な氷の厚さがあることを確認します。昭和基地で必要な燃料を輸送するため、しらせから昭和基地まで燃料パイプを次々につないでいきます。南極はこの時期、夜でも太陽が沈まない白夜が続きます。大型物資の氷上輸送は安全を考慮し、気温が最も下がり氷の状態が安定する夜間に行います。令和5年の元旦を迎えました。承認伝達や艦長の年頭訓示が行われ、しらせ総員任務完遂を目指して決意を新たにしました。果たしていきましょう。以上。昭和基地ではしらせ乗員による建築・土木・古くなった施設の解体作業のほか、調理支援等の基地設営支援が行われています。空輸作業と並行して、しらせ乗員を昭和基地に派出しました。本格空輸が始まりました。昭和基地で必要な物資が次々と機内に運び込まれ空輸されます。 CH-101 ヘリコプターの導入以降、航空輸送能力がそれまでに比べおよそ2倍になったことに加え、コンテナ化された機内輸送貨物により搭載・荷下ろしがスムーズに行え、
大幅な日程の短縮につながっています。南極で AUV モナカの運用に初成功しました。モナカは自律型水中ロボットで、衛星からの観測などで調べることができない棚氷の下まで侵入し観測することができます。定着氷などで停止漂白した際にはゴンドラを使用した海氷観測の支援を行いました。物資輸送などの作業を終えたしらせは昭和基地沖を離れます。ウジケルンがある丘から64次越冬隊員による見送りを受けました。しらせは昭和基地がある東ヨングル島を後にします。昭和基地を後にしたしらせは海洋観測支援を行いながら再び氷の海を進み日本を目指します。2月15日、小雪が舞う中、しらせは昭和基地があるルツホルム湾沖の氷海を離れました。白夜が終わり、南極にも夜が訪れると時折、雄大なオーロラを観測することができ、見るものを圧倒します。トッテン氷河沖の氷海に侵入しました。流氷に乗った可愛い皇帝ペンギンの群れが出迎えてくれました。トッテン氷河沖での海洋観測支援は CTD 観測のほか係留計を設置・回収しました。3月11日しらせはトッテン氷河沖での観測支援を終え北上を開始しました。令和5年4月10日151日間の航海を終えしらせは横須賀に入港しました。第64次南極地域観測協力行動では AUV モナカによる観測のほか未測量値での海底地形測量など新たなページを飾る航海となりました。横須賀入港後乗員家族が見守る中帰国行事が行われました。しらせ乗員は家族とおよそ半年ぶりに笑顔の再会を果たしました。